2が。Round one. Fight. なんという独特なカスタマイズ。最初の LK がね、老廃だったんだけど。うわー、うまい。Round one. Fight. 当てにしないとな。入るか。投げ抜けの判断は慣れですね。慣れてくると手の方向が分かるようになってきます。あら、プッシュは当てに取れんのか。
オチさんついにスチームナイスです。快適なスチームライフを楽しみましょう。ブレイク市販で飽きた。それはいかんっす。とりあえず鉄拳神ぐらいまでやりましょう。いやーってなる負け方だな。サンガ RP1 度目は状況確認しているんですよ。常に相手が技を打ってるかマイステしてた時に出し切って当てるって打ち方ですね。ラウンド1ファイト。当てみ、さばけてないのかい。ごめん、距離素直 LP やったな。結構あの後左横の人が多いんで。モーションで下段をファジにしようとしたら後ろの P が切ってしまうな。キャラ目のとこでしゃがみがウォーミング。
いや、浮かせるのが目的ですね。その状況を見て出し切るんですよ、大点を。あ、そうです、そうです。一度目の間に状況を見て、スカ角になってる、または相手が技打ちしてる動きを見て出し切る。状況確認ですね。プレシカメハメハは多分ヒット確認はきついと思いますけど、状況確認ができますね。大点と多分同じ要領で。Round one. Fight. で状況確認できる技が多くて、カムラムとか特にそういうのが多いんですけど、強いので反応が悪くてもスカカクが取れるようになるので、状況確認できたら。黒人系、まあ、いたら面白いかなと思いますかね。プロの人、ナノビとか自分がやってた、チャレンジ系ができるようになりますよね。黒人天チャレンジみたいな。ラウンド1、ファイト。
ジャブ打ってこないかった。いや危ねえ、